みちゃん、今日授業参観だってママが来るのよ。楽しみね。全然楽しみじゃないよ。だってうちのママなんかさ、すぐ切れるし怒るし、なんか授業参観で変なことしないかめっちゃ心配。ちゃんとしたらそんな怒られることもないけどな。ちゃんとしてるんだけど、怒るんだよね。俺普段からちゃんとしてるからそんなこと絶対ないけどね。そんなことある？よし、みんな今日は授業参観の日だ。モンスターボールを使った算数の授業を始めようと思います。今日はね、モンスターボールが1個かわいい、随分大きく育ったね。いっぱいご飯食べるな。ごぼうも食べる。ごぼうも食べる。普通の時になんかいつでも食べないよ。こんなんしか食べないの時になんか。はい、じゃあ、ね、これ分かるんだよ。このモンスターボール何個か分かる人手挙げて。おっ、じゃあマグボール3個。正解です。3個です。めちゃめちゃ簡単やね。ほんと一緒がいいのね、あの子ね。いや、もうあんまり何悪口とか言わないようにな。悪口言ってないよ、別に。じゃあ、2個目の問題、何がいいかな。トキミトキミトキミ。モンスターボールが2個あって、プラスモンスターボールがかける5個。じゃあこれ、誰か悪口するか。正解だ。さすが一番クラスで頭いいだけあるな。もう本当だよ、これ。ドキミ！はい。あげなさい、ドキミ！やだやだやだ。みんなあげてるじゃん、あげてるじゃん。うるさいなぁ、もう。やかましいな。やかましいじゃないよ。萌えのおかん。こうやってやり方教えとるか。いいよ、溶けてるから。使い方違うんですよ。じゃあ3つ目の問題分かる人いるか、うん、大丈夫か。おマー君めっちゃ積極的だね、今日は。そう、12分の1。うーん、12分の1。ちょっと違うかな。いいよ、頑張って。これ溶けてる。溶けてる。溶けてるか、溶けてる。いいいい、分かるから。わかる。15。わかる。あらね、自分で飛ばさなきゃいけないでしょ。あら、あら、名前なんていうの。名前なんていうの。あら、怖いぞ。うるさいよ。そうじゃあ、ペンが出せないのに、こんなほら、先生、準備不足なんじゃないのか。すいません、ごめんなさい、僕の準備不足で。ちょっと先生、出てへんわ。新品使うことはいいことだね。イラストで描いてくれ。はい。よし。とトキミ、トキミ、メソでキャラクターすごいね。上手上手。あたあおあおかけなさい。あおメソ上手いから、みんなメソに巻いて絵上手の子見せてください。あなた生徒の実践に任せてますから。実践に任せてしょうがないよね。ツノマ君もとっても絵が上手だから、何かなんか楽しみ。マー君って絵上手なの。上手なのよ。もううちの子が一番上手。いやいやいや、うちのトキミがね、本当に小さい頃からずっと絵が上手なのよ。
と絵を描くことに集中しなさい。あーもう飽きた。いや授業中だからしっかり描いてあげて。まだ飽きたこれ。誰がやるの。授業しっかりで誰がやるんだ。大人になった時に壊れたからだ。ねえ、うるさいぞ。まあ君のお母さん分かってるから言わないでよ。あすごいマー君うまく描けてるじゃないか。マー君なんで私言ったの今。マー君なんで言ったの。トクミちゃんもメッソンうまいな。いやうまい。トクミの方が増えた。一番上手。マークは一番目。一番目。トクミちゃんが二番目。マークが一番目。今日最後の授業は、はい、体育でございます。ということでバスケのシュートの練習をしましょう。はい。じゃあ1人ずつ順番にじゃあ行きましょうか。はい。トキビ、トキビ、私が行きます。トキビは上手だから、ほらトキビこう描くのよ。ポーンってこう描いて、こう描いて、めちゃめちゃ近い。近くないよ。そうです、線はそこでしょ。線が、いやそこ。じゃあ行きます。はい。あ、トキビ、マー君行こうか。マー君頑張って。マー君早い。マー君すごい。トキミのもやってないか。なんで。いいよ。ソラ君は俺の順番ね。ごめんなさい。あんた意地悪ばっかしてるからこうやって集中できないよ。簡単やからこんな。ノコはもう見せてみろよ君。お前はい、じゃあ行きます。よいしょ。また思ってること正直言いなさい。もう意地悪したいんじゃなくて、いっぱい話したくて。トキミと一緒に話をしたくて、それは素直になれなくて意地悪しちゃったの。そういう時はね、正直に言うことが大事。相手に誤解させることをしてしまったりしたら自分がそうもしてしまうの。そして相手も傷ついたり誤解したり、誰もいいことはないの。分かった。分かった。ありがとう。うちのママは怒ってバックかと思ったけど、やっぱりママはすごいや。それじゃあね、みんなもね、おうちに地球のママとかね、パパとかいると思うんだけど、みんなも授業参観やるときはやっぱり自分のパパやママにいいとこ見せるためにも頑張って、そしてパパとママさんはね、自分の子供のことしっかりと見てあげてください。それでは今回の動画が面白かったよって思ってくれたら、ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。みんなせーの、バイバーイ。エイトキーパースデー。ポケル相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。ヒバニーだったのでメッソンを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。